おはようございます。2月19日水曜日の天気をお伝えします。まずは今日のお天気のポイントを見ていきましょう。ポイントその1です。今日は高気圧に覆われて西日本東日本では広く日差しが届きそうです。続いてポイント2つ目です。ただ晴れているエリアですと花粉が飛散しやすくなります。敏感な方は対策を行っていきましょう。続いてのポイントです。また北日本日本海側ですと雪の降りやすい天気、昼間は一旦降り方が弱まっても低気圧が再び接近し東北北部を中心に降り方が強まる傾向です。路面状況の変化にお気をつけください。それでは今日のお天気をアイコンでも確認していきましょう。全国のお天気です。今日は冬型の気圧配置が緩み、西日本東日本では高気圧に覆われます。広く晴れて日差しが届き洗濯物も干すことができそうです。ただこれまでの雪で路面が凍結する恐れがあります。特に西日本まだ雪に慣れていない方も多いかと思いますので、くれぐれも足元にはお気をつけください。そして東北の日本海側や北海道は今日は雪の降りやすい天気です。昼間は一旦降り方が弱まっても東北北部夜にかけてまた再び雪が強まりそうです。雷や突風を伴って強まる恐れがありますのでくれぐれも要注意。また各地の気温を見ていきますと、晴れるエリアでは昨日よりも気温が上昇します。昼間は日差しのぬくもりを感じることができそうですね。北日本は1日を通して寒さが継続していきますので防寒を徹底していきましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。